加賀き一郎シリーズ眠り,眠りの森、眠りの森は、東野敬語の推理小説。加賀き一郎シリーズの第2作。1989年5月8日に講談社から単行本が刊行され、1992年4月15日に、講談社文庫版が刊行された。本作を原作とした、テレビドラマも制作されている。高柳バレエ団の事務所で、男が殺された。 被疑者は女性団員。バレエ団側は正当防衛を主張するが、捜査の結果、いくつかの不審点が浮かび上がってくる。そうした中、今度はバレエ団の敏腕演出家が毒殺された。果たして、第一の事件と関係があるのか。百九十三年九月十一日十一時二分 -22、51に、テレビ朝日土曜ワイド劇場枠にて、 眠りの森の美女殺人事件のタイトルで放送された。キャストスタッフ2014年1月2日、TBS 系列にて、新春ドラマスペシャル、新山者、加賀京一郎、眠りの森のタイトルで放送された。安倍博士が主人公、加賀京一郎を演じる2010年4月期に、同局系列で放送された連続ドラマ、新山者のシリーズで、 2011年新春放送のスペシャルドラマ東の敬語ミステリー新春ドラマ特別企画赤い指新山者加賀京一郎再び2012年公開の映画キリンの翼劇場版新山者に続く続編となるただし本作での加賀の設定は警視庁捜査一課の巡査部長となっており新山者の時より階級が低い また、赤い指にて制御した父、高政が元気な姿で登場しているなど、時系列的には、新参者、赤い指よりも前の2007年の出来事として描かれている。キャストスタッフ。ありがとうございます。